アークエンジェルストライクプラットフォーム使用機ヨマックス。アークエンジェルはアメリカ合衆国のヨマックス、USA 社が開発した偵察機、コイン機。エアーズスラッシュ社製の農業機 S-2R-660 をベースに開発されている。偵察型の ISR プラットフォームとコイン機型ストライクプラットフォームの2種類が用意されている。 基本システムは共通で、グラスコックピットが採用されるなど、近代的なアビオニクスが採用されている。ISR プラットフォームは、原型機の機体下部に偵察ポッドを搭載している。ストライクプラットフォームは主翼にハードポイントを6箇所、機体下部に偵察ポッドを搭載している。武装は、ヘルファイアソラー対地ミサイルロケザン3位と 70mm レーザー誘導ロケットグブーマイナス12。 グブーマイナス五十八誘導爆弾などを搭載可能。民間向けの農業機をベースにしているため、本体価格が八百万ドルであり、ライバルのスーパーツカノと比較して、低コストでの導入が可能。競合機としては、エンブライルエンブマイナス三百十四のほか、ラッセエンジニアリングが、エアーズスラッシュのモデル五百十 g をベースに開発した T バードなどがある。ISR プラットフォーム使用出展。 イオマックス USA アークエンジェルスペシフィケーションズ2017年7月17日閲覧諸言性能武装ありがとうございます